2021に関します緊急記者発表を始めさせていただきます。まあご存知のようにこの2人はもともとライズのライト級チャンピオンでありました。白鳥選手がタイトルを返上、そしてその決定戦で勝ってチャンピオンになったのが原口選手。2人はデッドアライブのトーナメントで対戦が期待されましたが、準決勝で白鳥選手が敗れ、そして優勝したのが原口選手。2人の対戦はデッドアライブのトーナメントでは実現することはありませんでした。まあ次は一体いつ対戦するのかという期待、そして、まあ待望もあったわけなんですけども、なんと今回のエルドラドで対戦が実現という運びとなりました。では両選手揃いましたので、この対戦決定を受けてのコメントをいただきたいと思います。はい、白鳥大地です。まあこの対戦が決まって、まずは、受けてくれた原口君ありがとう。まあ今このような状況で、海外から、対戦相手が来れないということで、まあ急遽このカードが決まったんですけど、まあ正直多分僕は去年トーナメントで負けて、まあ、まだやるタイミングではないかなと正直思ってたんですよ。僕が前回負けてからの僕なりのそのストーリーがあったんで、絶対ここでやるっていうタイミングが僕の中だったんで、そこでやろうと思ってたんですけど、まあもう状況は状況なんで、俺はもう、今回原口選手と、対戦の話が来て、まあ、僕はもうやりますと決で、決めさせていただきました。僕からしたら本当にこれはもうチャンスしかないんで、全力で、奪いに行きたいと思います。はい、パラエントという舞台で活躍できているのは内藤代表をはじめ藤原さん、小川さん、そしてスタッフの方々があってのライズだと思っているので、まあ、こういう団体が困った時に、まあ、貢献的なチャンピオンは本物のチャンピオンじゃないなということで、まあ、出場受けさせてもらいました。はい、でまあ白鳥君とは僕も正直やりたかったんで、まあ、そういう変なプライドとかね、こう実績つけてから俺に挑戦してこいとか、ちょっと調子のあったこと言っちゃったんですけど、まあ2019年一番輝いたトップなんで、まあ、やれることは素直に嬉しいなと思ってます。まあ笑顔で帰り道にしたのかなと思ってます。はい、まあ、対戦相手が原口選手のことですけれども、はい、率直な感想はいかがですか？本当に夜中に連絡来て、急に原口やるぞって言われて、まあ、自分としては今年絶対やるつもりでいたんで、本当にだからタイミング的には今じゃないかなっていうのは正直あるんですけど、まあもう決まってライズからそういう話が来て、まあ、こっちには断る理由がないっていうか、まあ向こうが断るんだったらまだしも、こっちはそれを断ったらもう終わりだなと思ってたんで、まあやるってすぐ決めて、もう本当に全て奪いに行くつもりでやります。那須川会長からご連絡があったんですけど、その時に原口選手以外に候補とか言われたりしたの？いや、もうそれが言われてないです。もう原口一択ですね。最初断ろうとか、まあ、聞いた時の状況とか心境を、いやもうな、タイ人来れなくなっちゃったよって言われて、よし原口やるぞってなって、まあ、最初はえみたいな、えそこ決まったんだ本当にみたいな、ちょっとびっくりして、で本当に俺はもう断れるつもりはないから、だから向こうは何て言ってるんですかっつって、伊藤会長は話しに行ってる。あ、そうなんだ、じゃあやりますっつって、はい、すごいですね、さっきも男気って言われてますね。はい、まあ、まあこれはもう自分のためでもあるし、もちろんライズのためでもあるんで、はい、原口選手のことはやっぱりどう思ってますか？僕はもう本当に純粋に強い選手としてリスペクトしてますし、なんかまあちょい前だったら一昨年ぐらいかな、一昨年ぐらいの時はまあ、なんか言ってるやついるなみたいな、その程度だったんですけど、まあ、去年トーナメントを優勝して、まあ、ライズのチャンピオンにもなって、本当に僕も試合見て強いなと思って、この選手はいつか絶対倒したいなって、もう逆に自分が、ね、思うようになったんで、もう前は
白鳥倒したいって言われてたんですけど、今度は俺が逆の立場になってっていうか、あいつは倒してやりたいなって思ってたんで、まあ、そんな感じですね。まあ本当にでもリスペクトしますね。会見の前後で原口選手と話したりされます。いや、会ってないです。はい、もう控室も別々になってたんで分けられてて、まあ本当にでももうこの試合は本当に変な煽り合いとかなく、まあ、僕は純粋に選手としてリスペクトして戦うってだけなんで。まあ、白鳥選手的に2月28日をどんな1日にしたい。まあライズのビッグマッチで、まあこの対戦も。そうそう、弟子ぐらいからかな、もう見たい見たいって言われてたんで、まあ、このタイミングで実現したということで、まあ、すごい周りも盛り上がってると思うし、まあ、自分自身もすごい今ワクワクしてて、もうさっき2人で並んだこともなかったんで、2人で、ね、カード決まって並んだ時にちょっともう震えましたね、自分自身武者震いってやつが。ああこういうことなんだ、ないですからね、他の選手と記者会見に並んでもワクワクしてるし、まだ本当に僕的にはこの試合はメインで、ライズのメインでやりたかったんで、まあ多分本当今回セミファイナルになると思うんですけど、もうその日、ね、勝てばもう全部ひっくり返るし、全部持ってきたいですね。覚悟を決めてやります。この試合決まって多分見たい人もっと増えたと思うんで、まだチケットあるんで概要欄に貼ってあるんで、そこに連絡してお願いします。まあ、ファンの人からしたら待望の一戦だったと思うんで、まあ、このタイミングで実現ということで、まあ、もちろんやることにもすごく意味がある試合だと思うんですけど、やっぱり試合をするからには絶対勝たないとダメだし、勝たないと次につながることはないんで、絶対に勝ちます。はい、もう復帰戦っていう形だったんですけど、もうそういう復帰戦とかどうでもよくて、原口健人に勝つっていうことを、思って、残りの期間もやっていくし、当日絶対に、勝ちに行くんで応援お願いします。Thank you.